イ・ソヨンは大韓民国のプロバレーボール選手である。大韓民国代表で韓国 V リーグの GS カルテックスソウルキックス所属。ガザン市出身。ソヨンが誕生する前に父が急世し女で一つで育てられた。小学生時代には陸上競技の選手として活躍したが、陸上競技部監督に豊かなジャンプ力を認められ、バレーボール転向を進められた。 ソヨンは悩んだ末にバレーボール転校を決断した。全州市に活動拠点を移したソヨンは全州ニョン女子高校に入学し国民体育大会優勝など輝かしい成績を上げてゆく。2012年のドラフト会議で一巡目トップで GS カルテックスソウルキックスに指名され入団するや2012-13シーズンで アタック決定率41.89%の高成績を上げ、新人選手賞を獲得した。2014年にはナショナルチームメンバーに名を連ね、2015年のワールドカップでは、キム・ヨンギョンのレフト対角に入り三大大会デビューを果たした。目標とする選手は、同国代表のキム・ヨンギョン。高身長なのに守備がうまい。全てを吸収したいと語っている。 韓国 V リーグレギュラーラウンドにおける個人成績は下記の通りありがとうございます。